会社の温泉旅行。これはだいぶ昔に、私が勤めていた会社で温泉旅行に行った時の話です。大型バスに乗り込んで、現地に到着すると、社長は幹事を呼びつけていました。私が行ったところはここじゃないよ。 何件も旅館が並ぶ通りでしたが、薄暗い夕方だというのに、明かりがついている宿がありません。その中をバスが通り、着いた宿でした。会社も、経費節約だね。寂しいところ、怖いくらい。みんなでひそひそと話し合っていると、社長自らが、 フロントに向かって確認をしています。すると、奥から女将らしき人物が現れて、社長へ話しかけていました。まあまあ、もっちゃん、忘れずに来ていただいて嬉しゅうございます。さあ、どうぞどうぞ。その様子から、どうやら社長の知り合いがやっている宿だということになり、 宿泊が決まりました。総勢60人の小さい会社でしたが、毎年いいところへ旅行へ行かせてもらっていました。でも正直、今年はちょっと外れかなという印象です。各自割り当てられた部屋に入ると、木造の昔ながらの旅館です。他の宿泊客はおらず、 私たちの貸し切りでした。温泉はなかなか風情があって、湯船の真ん中に観音像があり、照明はちょっと暗すぎるかな、という感じでした。掃除が行き届いていないようで、床の縁にはカビがあったり、廊下の飾り棚は埃がかぶっています。ここは昔は賑やかな旅館街でしたが、 今ではすっかり寂びれてしまいました。宴会場で、おかみがそんな挨拶をしました。先代はお元気ですかそう社長が言うと、おかみは飛び上がらんばかり、喜びました。おぼちゃま先代にはひいきにしていただきました。今日は精一杯用意させていただきました。 にぎやかにお過ごしくださいませ。百畳ほどのだだっぴろい座敷で宴会が始まると、おかみが涙をぬぐう仕草が見えました。料理は冷めていましたが、宴会になればそんなことは気になりません。おかみさん方のテキパキした働きで、滞りなくお開きになりましたが、経営が厳しいのかな と思うと、変な詮索はできません。騒ぎすぎた疲れからか、部屋へ戻るなり、みんな眠ってしまったと言っていました。み、みんな、出発だ。早くしなさい。翌朝、会社の幹部たちが、慌てふためいた様子で起こして回っています。顔を洗う時間もなく、 バスに乗らされていく私たち。一体どうしたのだろうと思っていると、社長がバスのマイクで説明を始めました。ここは昔ね、先代が懇意にしていた旅館なんだよ。たまには使ってみようかと、私が漢字に言ったんだ。確かにね。でも、今は場所を移動して、 別なところで経営しているんだ。そして、漢字役だった社員が続けます。朝、支払いをしてほしいと、中井さんの一人から声をかけられたんだ。中井さんのお話によると、宿のおかみさんは、もうすでに、亡くなっている方だというのです。衰退していく宿で、 最後の少数客まで対応し、非常に頑張っていたけど、見かけないと思ったら、宿の一室で自殺していたそうです。私たちが宿泊するより前、その宿で働いていた中江さんたちの枕元に、おかみさんが立っていたそうです。お客さんが来るから、宿を開けてほしい。 そう言って、毎晩現れる。気味が悪いが、生前良くしてくれた女将さんがあまりにもお願いするものだから、供養だと思って宿を開ける準備をした。するとそこへ、私たち団体が押しかけてきたというのです。仕出し屋は、もうやっていないはずの旅館から、 60人分の宴会の注文が来て驚いたそうです。それでも場所だけ使うという話で、ひょっとしてお神の親族か何かかなと思って、電話の注文を受けたと言います。さらに不思議なことに、私たちはお神さんを確かに見ていたはずなのに、中居さんたちは誰一人として、 おかみさんに会っていないのだとか。その朝はバラバラにそのあたりの店で朝食を食べ、観光の日程はキャンセル。バスの帰り足では、一応お払いに行きました。悪かったね。でも料理は仕出し屋のだから大丈夫だし、中井さんたちの働きも見事なものだったろう。 昔を知っている会社の旅行で、女将も嬉しかったんだろうな。社長が詫びながら、ぽつんとそう言ったことが忘れられません。会社の温泉旅行。旅館名。 幽霊ある年の2月私たちは息抜きと子どもの誕生祝いを兼ねて M 県の愛へ旅行に行きました恥ずかしながら夫婦の稼ぎは一般家庭よりも少し低めなのでそれほど贅沢はできませんそこで 平日に行けて、その中でも一番安い旅館に宿泊することとしました。そこは口コミがかなり低い旅館で、築年数も古かったのですが、とりあえず寝れたらいいかなくらいの感じで決めました。その分、旅館以外はしっかりと楽しもうと思い、遊園地や水族館などをめぐって美味しいものをたくさん食べ、 妻にも子供にも大満足してもらいました。夕方になってそろそろ旅館に向かおうと思った私は、迎えのバスをお願いするために、旅館の電話番号をネットで調べることにしました。旅館を予約したときには気づかなかったのですが、検索ページで旅館名を入れてみると、 思わぬ事態が起きました。〇〇層、幽霊。〇〇層、出る。丸号室など、検索候補に不気味な言葉が出てくるのです。築年数が古いから、ある程度は仕方はないかと思ったのですが、最初から知っていたら予約しなかったのにな。 と後悔しつつ気になったたので検索結果を見てみましたしかしそれらしい内容が記載されたページは見つからずもやもやとした気持ちのまま旅館へ向かうこととなりました旅館に着くと想像以上にお化けが出そうな雰囲気が漂っていました女将さんも旅館の方というか よくわからないのですが、近所の人のお手伝いといった感じです。さらに悪いことに、チェックインした部屋は、検索候補のキーワードにかかった、丸号室だったんです。これはさすがにダメだと感じた私は、妻と子供に悟られないよう、受付へ向かい、部屋を変更してほしいとお願いしました。 しかしその日は満室だから変更はできないとのこと。こんな平日に満室なわけないだろう。と言いたかったのですが、騒ぎになって妻と子供に嫌な気分をさせてはいけないと思い、仕方なくそのまま宿泊することにしました。ところが部屋に入ってみると、外観の割に部屋は綺麗で、お風呂も広く、 ご飯も美味しかったりと思ったより快適です。お酒も入り、少しいい心地になった私は、幽霊の検索ワードのことはすっかり頭の中から抜けていました。食事を終え、お風呂に入った後まだお酒が飲み足らなかった私は、売店でお酒とおつまみを購入して部屋で晩酌することにしました。 旅行の開放感からビールや缶中杯を普段よりもたくさん飲み、とてもいい気分です。その後、1、2時間くらい眠ってしまったのですが、妻のシクシクと泣く声で目が覚めました。私は意識が朦朧とする中、妻に、なんかあったの と、声をかけました。すると、妻は、とっても、楽しくて、楽しくて。こんなに楽しいのは何年ぶりかしら。<laughs> 本当に、ありがとうね。との返事がありました。その時、妻の声とは、少し違うような気がするな。 と違和感を覚えたのですが、お酒によってふらふらだった私は特に気に留めず、再び眠ることにしました。しかし、これから眠りに入ろうかというとき、突然、ガチャと扉が開く音が。妻と子供が眠っているので、一体誰だと飛び起きて扉の方に向かうと、そこには、 妻と子供が立っていました。私は妻に、あれ今そこで寝てたんじゃないのと確認すると、あんたが寝ちゃったから子供とお風呂に行ってたのよ。寝ぼけてんじゃないのと冷ややかな表情です。いやいやそんなはずは。と妻が寝ていた布団を見ると、 涙をこぼしたような跡が数滴あるのに気づきました。もしかして、女の幽霊だったのかと背筋が凍ったようになりましたが、家族を守らなければと瞬時に頭を切り替え、その日は眠らずに妻と子供を見張り続けました。結局その後は幽霊が出ることはありませんでしたが、 楽しいはずの旅行が私だけ疲れをためて帰ることになってしまいましたこの旅行以来私が宿を予約する際は検索ワードに旅館名幽霊を入力するようにしています旅館名幽霊 はい、どうも。宿にまつわる不思議な話、その2をご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。ゾウと申します。まあ今日ちょっと撮るに足らない、ちょっとだけ不思議な話があったのでお話しさせていただきます。実家の僕の部屋で、まあよく悲しりとか怖い夢を見てたんですけども、えっと、最近、つい最近なんですけども、実家じゃないところで夢を見まして、 えー、よくその実家の僕の部屋で寝てた時に見てた、えー、女性の幽霊をまあ久しぶりに夢で見ましてとうとうなんか実体化しましたみたいなうわ僕も初めて幽霊見ちゃったみたいなまあ夢なんですけどもいましてなんか近々お前のところに行くからなみたいな夢を見てたんですけど今日中野井まあ家族ぐるみで付き合ってる友達がまあうち遊びに行きまして 庭でまあご飯とかを食べてたんですけど、僕の部屋で、その向こうのパパさんが寝てたんですけど、なんかやけにうなされてんなと思って、で、そのパパさんが起きた時に、なんかどんな夢見てたんですかって聞いたら、なんか女の人に、この部屋で殺される夢を見た。っていう風に言ってましたね。まあ夢なんでたまたまっちゃたまたまなんでしょうけど、まあまりにもタイミングが良すぎたんで僕一人だけ、 あーこの部屋おらんでよかったっていうふうに思ってました。まあその後ひたすらリングフィットして、もう全員ヘトヘトになって帰ったって感じなんですけど。今日なんとなく寝るの怖いなーと思ってまた夜遅くまで作業をしちゃってます。また変なことが起きなければいいんですけども。えー、それでは宿にまつわる不思議な話、その3でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほらほら。 最後までご視聴いただきましてありがとうございます。登録者数が、えー、キりのいい数字になりましたら、ゾウが体験した、もしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っております。よろしければチャンネル登録、ツイッターの登録等よろしくお願いいたします。ほなほな。